とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。深海ステージを攻略してくださいということですね。ここ俺嫌いです。深海は嫌い。まずここって、普通に弓が使えないじゃないですか。なので、いつもとは違う装備で行く必要があります。今俺が使ってるのはこういう感じです。基本的にここはカバンじゃないと辛いと思います。ここはカバンビルドじゃないと辛いです。で、しかも俺いつもカバンの時って羽ブーツカバンで行くのよ。うん、一個はカバンじゃなしに移動速度を上げてるんだけども、もうここは安全策でカバン二つこういう感じでやっていきます。で、弓もいつもバブルバースターなんだけども、ここでは、弓をたくさん撃てるやつ。うん。ショート棒の類が一番いいね。それをつけていってます。これがおすすめですね。で、マルチショットがついてれば、さらに良しとしてます。マルチショットがあると、敵の足止めになりますので、一応使えます。で、防具が、こんな感じですね。うん。まあ、クールダウンが1個ついてればいいと思いますけども、アーティファクトのダメージを上げる。もしくは、防御力を特化したやつ。どっちかがいいと思いますね。はい。まあ、とりあえず、こんな感じの装備で進んでいきます。森を投げてくるゾンビがいるんだけども、あいつらの破壊力は、もうとんでもないので、森には、極力当たらないように。こういう感じでね。安全に壁を使って戦っていく方法っていうのをおすすめしてます。じゃないと、ちょっとね、HP が足らなくなることがあるので、壁を使っていくっていうのはすごく重要な戦略になります。とりあえず、矢はね、めちゃくちゃ必要なので、増殖していきましょう。いつものステージよりも2倍以上持ってた方が一応安全です。うん。俺も一応ここ、深海ステージやるときには、矢をね、2000本ぐらい持っていくようにしてます。2000本あれば、まあまあ、大丈夫かな。まあ、無限がついてれば1000本ぐらいでいいと思うんですけどね。とりあえず、増殖して進みます。2500本、これぐらいあればいいでしょう。で、ここのステージ嫌いなんだけども、まあ、いいこともあります。いいこともある。まあ、もちろん、バブルバースターや、イカの防具。そして、おーおー、止まったぞ。闘志の締め具とか。結構いい装備は出やすいです。なので、まあ、周回すべきところなんでしょうけども、まあ、ちょっと嫌いなので、あまり行ったりはしませんけどね。で、ここは、レアドロップがすごく狙いやすいところです。サンゴの丘かな。レアドロップがすごく狙いやすいです。なぜかっていうと、ここはね、シークレットがめちゃくちゃ多いのよ。なので、そこからレア物が出ることっていうのが多々あります。このシークレットの場所っていうのが結構、いろいろあって、とにかく画面端あたりに行ってしまうと、ぴょこっと宝箱が出現するので、それを狙いながら、でいきましょう。まあもちろん全部ね取らなくてもいいので、とにかく怪しい場所があったらそこに行ってみると、宝箱が大体出てきますのでやってみてください。今回は洞窟がなかったですね。洞窟がないとここはキャプテンがちょっと少なめです。今回も2体だけだったね、キャプテンは。うん、洞窟があるとね、その中にキャプテンはいるんですけども、かなり道としては長くなります。で、ここボスが一応いるんだけども、スポンジストライカー持ってる人はもうスポンジでワンパンで、いいと思います。スポンジでワンパン、うん、もしもスポンジ持ってなかったらば、まあカバンビルドだったらもう壁を使ってね、安全にガシガシやってれば勝てるとは思うんですけども、まあとりあえず今日はスポンジなしで行ってみましょうか。スポンジなしでの戦いっていうのをちょっと久しぶりにやってみようと思います。
では、いきますね。ポーションも回復してるし、まあまあ大丈夫でしょう。まず、ザコチビを倒して、でかいのが来たら、ビームが結構痛いので、こういう壁の後ろとかにね、陣取って、もう倒したわ。カバンでガシガシやると安全に倒すことができます。あの壁貫通しないんで、ビームは。安全ですね。はい、ということで、深海ステージクリアです。とにかく、普通の、通常のね、ステージとは異なって、弓が使えないとこなんで、装備を注意していってください。おすすめは、カバンビルドのカバン2つ。そして弓を、ショート棒関係のやつをつけていくといいと思います。で、防具が、アーティファクトのダメージを上げるやつ、もしくは防御特化のやつでいくといいですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。